もう今年も早いもので12月に入ったんですけども、はいはい、高橋先生としてこの2022年をまあ振り返っていただきたくお願いいたします。個人的に言うとね、まあ、7月に安倍元総理が亡くなったのが最高にショックでしたね、はい、それはもう、まさかって感じでしたよね。であと、まあ、振り返ると世界の中ではやっぱり、まあ、2月3月にウクライナの話でロシアが攻め入ったっていうのは、まあ、驚きですわね。あれはちょっとびっくりしましたね。だからあれ以降いろいろと世界経済の話や動きは全部変わっちゃったということですね、はい、でまあ、世界の中を見るとウクライナの話で、日本国内だと安倍さんっていうのに、まあ、尽きちゃいますね。なんか安倍さんとのなんかエピソードとかっていうのは、エピソードって別にそれは よく会ってたってだけですから。でもその衝撃的だったし、あれだよね、その日にニュースで聞いた時にびっくりしましたよね。だからびっくりして、それでその日に亡くなっちゃったでしょ。それだからって思って、金曜日だったんだけど確かね、土曜日は私大阪に行ってたんだけど、あそこの辞めた西大寺ねってところに、行きましたよ。その亡くなられたってところね、それで喧嘩して、それで日曜日は、安倍さんのご自宅に行きました。それでご自宅で行ったらもう目の前でもう寝てるような感じだったんだけど、って感じになってね。それで日曜日はご自宅に行って、そしたら月曜日だったかな、通夜と通夜で火曜日告別式があったんで、そこも出ましたけどね。でもまあね、驚きましたね。ちょっと前まで、ね、電話があった、かかってきて来てて話してた人だったんで、1週間か2週間ぐらい前に電話があったと思うんだけど、まあ、もちろん選挙期間中だったからそれほどはなかったんだけど、かかってきて、それで実はね、ちょっと前に電話かかってきたのは、なんか高橋さんって YouTube やってんのって言われて、それで YouTube ですごい人気なんだねって言って、今度自分を出してよって言うから、いやそれはいいですよって、もちろん結構ですよ、それでじゃあ選挙終わったらって言って、そういうふうに話して、それが最後だ、うん、で出たで、で安倍さん自身ああいうの結構好きなんで、本人もやってたんでね、じゃあコラボでやりましょうっていうんで言ったんですよ、うん、でもまあ選挙期間中はねちょっと忙しいでしょうからって言って、終わったらって言ったらああいう形だったんでびっくりしましたよ。結構親しい間柄というか、親しいんじゃないの、比較的最初に総理になった時に私官邸にいたしね、もうでも結構安倍さん のご自宅に行った時に怪我動転し結構したし、それで非常に恥ずかしい思いをしちゃってね、ご自宅でしょ、ご自宅で行って、で靴が玄関に置くでしょ、でいろんな方が来てるから自分の靴が分かんなくなっちゃって、安倍さんの奥さんにも迷惑っていうかね、みんなで安倍家の、人の、まあ、お手伝いさんを含めてみんなで靴を探してしまったんだけど、私自身が何履いていったか覚えてなくて、普段履かない靴だね、それで写真撮ってうちの家内に送ってチェックしてもらって、これだよって言われて、もうそれでお葬式の時だったんだけど、みんなが大笑いしててね、なんか、うん、そういう非常に恥ずかしい思いはしましたけどね。なんか時々や確かにあって、靴脱いじゃって分かんなくなっちゃったんだね、というのが思い出ですね、はい、なんかその私たちもそのテレビでしかその安倍さんっていうその方を、まあ、見てなかったので、実際そのなんていうんですか、人物像っていうんですか、非常に面白い人だよ、うん、だから冗談ばっかり言うしね、うん、ほとんど人を飽きさせないっていうか、うん、まあああいうのはあれだよね、だから世界各国の首脳なんかも人たらしで安倍さん年中言われてたんだけど、いろんな人と話できるし、だからあれだよね、それは普通の人にも全く一緒だから、うん、誰も飽きさせないでいつも笑わせてくれるって、そんな感じ。まあ、だから私も安倍家ですごく知ったように演じたんだけどね、でも安倍さんは笑ってたんだよね、うん、そんな感じのあれだった、そういうことをみんなも言ってたよね、そこのいらっしゃる親族の方もね、
高橋さん、すぐ帰らないって言ってるだけですよって言われたけどね、まあ、そういうことがありましたけどね。でも、まあ、残念は残念ですよね。だからいろいろな意味で、まあ、びっくりしたし、ちょっとねショックでしたね。まあ、嬉しいことっていうとね、あれかな、私のアメリカで留学してた先生のバナンキっていう人がいて、これは私すごく親しくさせてもらったし、アメリカの先生なんだけど、ノーベル経済学賞を取ったんだよね。だからちょっとびっくりして、これも驚いたね。それで大体バーナンキの言う話っていうのは、日経新聞は年中ねダメだダメだってものすごくボロクソに言ってるわけ。私の実は私 の, 意見とそっくりなんだけどね。でそしたらね、もう日経新聞はバーナンキの話書けなくなっちゃったんだよね。ノーベル賞取っちゃったからね。あれはだったね、10月にざまみろというような感じだったよね。まあ、いろんなことがありました今年は。